日本のニュース24日。皆さん、こんにちは。速報 MLB 野球2024年7月22日。大谷翔平30号 HR に35号 HR のジャッジがインタビューで語った衝撃本音。彼に絶対伝えたいことがある。メジャーナンバーワン同士の対決にまさかの展開。大谷30号超特大弾に35号のジャッジが本音爆発。翔平にこれだけは伝え。対ドジャースの大谷翔平選手が日本時間22日本拠地レッドソックス戦に1番 DH で先発出場。第3打席で4試合ぶりの今季305ホームランを放ちました。この一発で日本選手初となる4年連続30本塁打を達成。5回、ワンクロスフォードのカットボールを捉えると打球は右翼席上段まで届く特大のホームランとなり、打球速度 116.7 毎約 187.18km、 28度の角度で上がった打球は 473m 約 144.1m まで達する凄まじい飛距離に、 B スポーツ専門局 ESPN 実況のカールナベック氏はとんでもなくでかい一発だ、477フィートだってと驚愕。ペレス氏もあの打球は馬鹿げているよ、ははと笑うしかない様子でした。また思わず手を挙げて驚く選手たちの映像を見て、ダグアウトを見てくれ、メジャーの選手たちがこんなリアクションを取るんだ、これはとんでもないことと驚きを伝えます。また弟子で ESPN の取材に応じた翔選手は、実況からあそこまで飛んだ球を見たことがあると問われ、ただただ苦笑いで、ははいやいやないと思うとコメント。あんな打球はアメージングだ、左打者があそこまでって本当に言葉が出ないよと。ドジャースの現役レジェンドサワンもチェックするような一発。一方、ア・リーグの本塁打ランキングトップを独走するヤンキースのアーロン・ジャッジ選手は、本日の試合で35号ホームランを放ち、気合後のインタビューでは、良いところに打球が飛んでくれてよかった、オールスターでは翔平の最高のホームランを見たから僕も打ちたくてたまらなかったよ、リーグは聞いたなら楽、今日彼はホームランを打つはずだよ、この予言通り35号ホームランを放った大谷選手も、しかしただこのインタビューを本当に聞いて闘志を燃やしていたのかもしれません。35号と30号のリーグトップである両者、ここまで来るとさらに白熱するのは、ジャッジと大山どちらが優れているという論争。これに本音で答えたのは、あの往年のレジェンドたち弟子タレジェンドの本音に全米が衝撃。ヤンキースのジャッジ選手といえば、大谷選手との烈な本塁王争いで有名です。2023年は大谷選手が7本差で本塁打王のタイトルを獲得しました。両者はお互いの実力をリスペクトし合い、切磋琢磨する関係。かつてヤンキースの主将として活躍、現在は試合の解説も務めるデレク・ジーター氏は、二人の関係は見ているだけでワクワクすると語っています。ジーター氏は番組内で、メディアや SNS では大谷とジャッジどちらが優れているかという質問がよく見られる、しかしこれは非常に難しいテーマだ、特に大谷は二流という唯一無二の偉業を成し遂げている、って走って守れる選手はこれまでも存在したが、投手と打者を同時にこなすスタイルは聞いたことがない大谷の場合、どちらも超一流が不可能を可能にした、この偉業を無視することはできない。その一方で、ジャッジ肌を極めた選手の一人、5月以降わずか2ヶ月で80打点を挙げるという非現実的な数字を叩き出している基準によって見方は変わるが、この二人の対決や関係性は見るものを魅了すると言います。また元レッドソックスで通算541本塁打を誇るデビッド・オルティス氏も、全てのシーズンで安定した成績を残してきた両者だが、特に今シーズンのジャッジは驚異的だ。62本という2年前の記録を更新する勢いで本塁打を量産している。打率と打点を合わせて打撃三冠だって決して夢ではない。に移籍して初めて迎えるシーズンで自身の存在価値を証明するために気合は十分だと語っています。野球ファンだけでなく、両者の対決に熱い視線を向けている往年のレジェンドたち、ジャッジ選手の大先輩である元ヤンキースのアレックス・ロドリゲス氏も、この大谷ジャッジロスに注目しているとです。伝説の大物 OB が語った、本年 MLB 通算696本のホームランを記録し、歴代5位という輝かしい実績を誇るロドリゲス氏、地元ニューヨークの野球ファンから英語ピノで親しまれたレジェンドですが、米メディアのポッドキャスト番組内で2人の関係性について熱く語ったことが話題となっています。どちらも直接会って話したことがあるし、ジャッジとは今でもメッセージを送り合う中だけど、この2人は野球の実力だけじゃなく人間性も素晴らしいんだ、お互いに本心からリスペクトし合っているのが伝わってくる。世間からこれだけ注目されたり比較されると嫌な気持ちになったり、相手を妬ましくであるだろう。しかし大谷とジャッジの場合は違う、あくまで戦う相手は過去の自分だというのが見ているこちら側にも気持ちいいくらいに伝わってくるからね。どちらが優れているかというのはある意味ナンセンスな問題だ。何を基準にするかにもよるし、その時々によって条件は違ってくる。もちろん比較したくなる気持ちはすごくよくわかるけどね。僕も現役の頃は周りからよくジーターとややどちらも遊撃に自信を持っていたし、バッティングだってそうだった。周囲の発音といえば失礼かもしれないけど、今思い返せば少なからずプレーに影響していたと思う。そう考えると大谷とジャッジのメンタルは素晴らしい。どちらもスペシャルで超一流の選手で、ロドリゲス氏は現役時代比較さ
寝ることに重圧を感じていたと振り返り、まず周囲の期待やプレッシャーに負けず自分自身と戦い続ける大谷選手とジャッジランディ・ジョンソン氏も両者には惜しみない賛辞の言葉を送っています。一概にどちらが優れているかというのは決められないが、個人的な意見としては大谷の方がすごいと思う。各イニングで全力投板をした後に打席に回るというのはそれほどすごいことだからね。ピッチャー経験者であればみんな口を揃えて同じことを言うんじゃないかな。ファンからすれば大谷を見るときはいろいろな楽しみ方がある。今日もまたホームランを見れるかもしれない。華麗な盗塁を見れるかもって感じにね。その一方でジャッジの場合、足首でも見せてくれる、レフトから放たれる豪快な殺球は見ていてとてもワクワクするよ。大谷と同じく彼もまた野球ファンを魅了するスーパースターだ。両者の特徴や優れた点を分析するランディ氏ですが、大谷選手の大ファンとしても知られるレジェンドペドロ・マルティネス氏も両者の MVP 論争に言及しています。彼ほど完璧な選手は見たことがない。かつてレッドソックスなどで通算219勝を挙げ、サイヤング賞を3度受賞したペドロ・マルティネス氏、米ストリーミングサービスの番組内で大谷選手とジャッジ選手について次のように述べています。どちらも優れた選手であることは言うまでもないが、大谷の場合常人では信じられないほどの規律正しさを持っている彼と直接交流する機会は何度もあったけど、どういう風に自分の面倒を見ればいいのかをしっかりと理解しているんだ。こうした思考の柔軟性というのはトレーニングだけで養えるものではない。まさにアモーのものだと言える私が考えうる中で最も賢い人の一人だ。彼の教育レベルは規格外だよ。ただし、そう。いった意味では、ジャッジも柔軟な思考の持ち主だ。どんなに調子が上がらなくても、シーズンを通してしっかりと調整できる今の現役投手たちは大変だと思う。こんな怪物たちと対峙しなければならないんだからね。大谷選手とジャッジ選手両者のメンタルや野球への向き合い方に言及したマルティネス氏、往年のレジェンドたちが語る言葉には実力で裏付けされた確かな説得力がありますね。果たして今シーズンの MVP の行方はどうなでしょうか。今後も両者の動向から目が離せません。皆さんは大谷選手とジャッジ選手の論争についてどのように感じましたか。ぜひ感想のコメントをいただけると幸いです。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後ご聴きありがとうございました。